俺の区間は AWM。 はいどうもスコアレです。結構ですね、かなり前から僕はまあ例えばツイッターの DM とかツイッターのリブ、まあ動画のコメント欄でもそうですし、まあその他もろもろいろんなところでよくですね、まあ質問されたりとか聞かれたりすることがありまして、まあ今回はですね、まあまとめて、まあ改めてこの動画の方でですね、ちょっと回答していこうかなと思う、とある一つの事項がございます。これ僕自身のことではないんですけれど、もう本当にですね、まあ荒野行動をやっていて、特にまあキッズと呼ばれる方々ですね、がまあ遭遇しやすい一つのことでございます。それがですね、アカウントの乗っ取りですね、についてです。例えば結構俺に来るのがですね、スコバルさんちょっとアカウント乗っ取られたんですけど、どうすればいいですかってやつですね。まず、一番最初にですね、まあ大前提を述べさせていただきます。知らん、知らんよって話ですね。まあ結構ね、僕以外の有名人の方に乗っ取られましたみたいな、ちょっと助けてくださいみたいな感じでおっしゃっている方って、いると思うんですけど、基本的に有名なところで何ができるわけではありません。例えば、まあ、公認実況者だったりとか、まあ、運営とのですね、他にもいろんなコネを持っていたとしてもできません。基本的にできません。公認実況者っていうのはあくまで荒野行動の、まあ、確かに会社とのつながりっていうのはあるんですけれど、その広報とのつながりがあるだけで、ゲームを作る部署との直接的なつながりはないんですよ。まあ、例えばそのね、まあ、名前は出せませんけれども、荒野行動のね、その開発をしている中国の方に直接赴いた実況者さんとかもいらっしゃいましたけど、別にその普段からそのゲーム開発をされているところとつながりがあるのではなく、あくまでその広報とつながりがあるだけなんですよね。基本的には、基本的にはそうですよ。まあ、僕の知らない部分でもあったりすることもあるかもしれんですけれど、基本的には宣伝集客とかそういうところを担当する部署とつながりがあるだけで、ゲーム開発に直接携わってるわけではないということをですね、知っておいてほしいんですよね。なんで、まあ、乗っ取られた時には、その乗っ取られた状況だったりとか、諸々を運営に問い合わせて、まあ、何かしらの対処をしてもらった方が賢明なんですよね。そうやってですね、いろいろ、質問が来ると思うんですけれど、まあ、2つ目にですね、まあこういうことがあって晒してくださいみたいな、こういう風に誰々に盗まれてしまいました、晒してくださいみたいな感じで言われることもあると思います。まあ僕も言われますし、他の実況者さんとかある程度ですね、Twitter とか YouTube 上で、また配信サイト上で数十持たれている方はですね、頼まれることもありますし、頼んだことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、何もですね、できることはないです、正直。なんでかっていうと、もう理由は簡単で、そもそもですね、そうやって晒されて打撃を受けるような人であるならば、ね、最初から人のアカウントなんて不正アクセスして取らないんですよね。初めからそんな晒される程度でですね、打撃を受けるような人が人のアカウントなんか取るわけがないんですよね。まあ、そこをちょっと分かっていただきたいなというふうに思います。なんで、まあ、晒したところで何も起きません。正直。そうやって取った人は、開き直ればそれで OK なんで、だからどうしたのみたいな感じで、だからで、ん?みたいな、そんな感じで開き直れば十分なんで、晒したところで何の意味もありませんし、まあ、大抵そのね、業者としてアカウントをパクっている人とかは、取ったアカウントをね、そのまま某ゲームアカウントを売るサイトでですね、競売にかけてから売るだけなんで、別にそのね、晒されようが別に何も起きませんし、そのアカウントにログインすることもそんなになくなりますんで、足もつきませんしね、正直まあ、特に晒したところで本当に何も起きないんですよ。で、アカウントをですね、取られた時の、一番正しいですね、対処法。一つだけです。これは、運営に問い合わせるということですね。運営に問い合わせて、きちんとした文面でですよ。きちんとした文面で問い合わせて、取り返せなかったケースって僕知らないんですよね。今のところですね、取り返したりとか、何かしらのですね、健全な、正しい対処をですね、運営の方はしてくれてます。はい。まあ、取り返せなかったケースは、一件だけ実は知ってるんですけど、まあ、その場合は、ちょっとですね、あれだったんですよね。問い合わせてた時のですね、問い合わせの文章が、まあ、クソすぎたっていうですね、ただその一点のみですね。まあ、クソみたいな文章で送っとったですね。まあ、いや、もうちょっと、まあ、言葉遣いっていうのがあるんじゃないのっていう。僕もさすがにですね、それはちょっと苦言を呈したんですよね。相手も人間だし、あくまでそのゲームを運営しているかもしれないけど、で、同じ人間がやっているにもかかわらず、こんな態度で、向こうはその
真摯に接してくれるのかって言われたら、んなわけないだろうと。ね、いや、それ取られて、ね、そうやって、なんかいろいろ悲しい気持ちになっているのはわかるけど、あくまで悪いのは取った人間であって、ゲームを運営している側に罪はないだろうって話をしていただいたんですけれども、まあ、そうやってまあ、よっぽどですね、変な対応しない限りは、大抵何かしらの対応は、運営はしてくれますんで、まあ、そこら辺をですね、改めてちょっと頭に入れて、いろいろちょっと行動していただければ幸いです。まあ、僕もですね、昔はちょっとですね、昔全然違うオンラインゲームを12年間ですね、同じやつやってまして、最近ちょっとモバイル化されて、もうちょっと今まで名前出してなかったんですけど、ネイブルストーリーっていう名前のゲームをずっと12年間僕やってたんですよね。もう本当にね、もう廃人と言われるレベルの、そのサーバー内を代表できるようなプレイヤーだったんですけれども、やっぱりそうやってオンラインゲームをやってると、当時メイプルストーリーってリアルマネートレード、まあ、アカウントの売買とかアイテムの売買、現金を用いたりとか、まああといろいろですね、当時はチュンクはなかったんで、まあ Amazon ギフトとかウェブマネーとかを使ってですね、いろいろそうやって取引をしていたんですけれども、やっぱそうやって僕もね、そうやってリアルマネートレード時代も不正行為ですし、まああとチーターとかボットだってとか、そういうのを使ってですね、お金稼いでた人とかもつながりが僕すごいあって、まあ仲良くさせていただいたんですけれども、やっぱりね、そうやってやってるとさらされるんですよ。僕もね、アホほどさらされましたね。めちゃくちゃさらされましたし、めっちゃ煽られましたもんね、当時は。もう当時だってね、もう家なんか特定されてね、写真なんか出したことないのに写真とかもバッと出されて、ボロクソに叩かれましたけど、まあ正直何もちょっとね、思うことはなかったんですよね。まあ別にな、みたいな、その分お金もらったらしいいだろ、みたいな。もう住所特定されたところで、実際その家突されてどうのみたいなこともなかったしね、みたいな思って、まあ大体ゲームやってる人って住所晒せばなんか満足するらしくて、それ以上なんかいろいろしてくるってことはないんですよね。まあ当時はその住所を使っていろいろいたずらしても犯罪にはならなかったですし、まあ今だったらやっぱそうやっていろいろいたずらすると普通に犯罪になって、まあ捕まるケースとかもね、たびたびあったりするんですけれども、なんか足普通につくんで今いろいろいたずらするとですね、うん、悪いことすると。なんでまあやっぱり深追いされる方はやっぱ煽りをする人でも減りましたよね。うん、まあ昔と比べたら今は可愛いもんだなというふうに、まあ正直思います。まあちょっと話は逸れてしまいましたけれども、まあ不正をしている以上はそうやってね、報復をされることも予期してますし、また予期していてなおかつ対策とかも組んだりとか、別にされたところで実害はないしな、みたいな、そういうね、自分が安全に立ち回れる手段っていうのを常に確保してますんで、基本的にまあ晒されてもまあ特に何もないんですよね。まあなんで別にそうやってアカウントを取る人を晒しても意味ないよというですね、話をしたんですけれど、まあもしもいろいろですね、不正行為だったりとか煽られてしまったら、そういう時に一番いい対処法っていうのが、まあ一つありまして、まあその先ほどのまあゲームのアカウントの乗っ取りとは別にですね、一つあるんですけれども、あれなんですよね、相手がされて嫌なことをしてやるっていう、うん、それが一番の対処法なんですよね。具体的に何されて嫌かっていうと2つです。時間をたくさん使わないと自分がやった行為に対する対策ができないよってことを相手にする。基本的にその煽りだったりとか不正する人ってあんまり時間使いたくないんですよ。時間使うのだるうざみたいな感じになるんで、あんまり基本的にですね、時間が必要な対処を求められる行動を自分がするっていうのをすごいね、嫌がるんですよ。で、もう一つは、リアルに実害の出ることですね。これをされるのも嫌がります。だって、結局、あそこ敵おるやんね。あれ、やれんかな、ちょっと待って。あいつちょっとやろっか。なんか、もう動くな。あ、やっぱ、ぶつか。他にもう一人、俺の他に撃ってるやつおるやん。ねえ。あ、当たらんの？なんで当たらんの？あ、死んだわ。いい。ちょっとまあ話は戻しますけれども、めっちゃ重視するな。リアルに実害の出ることってされたくないんですよ。なんでかっていうと、あそこにも敵おる。喋れんじゃんね。これ抜けんかな。めっちゃ遠いから偏差わかんねえ。偏差がわかんねえよ。あれ抜けんかな。ちょっと。あ、気づいたか、さすがに気づいた。とか、これ伏せた時にさ、この段差に乗るやつこれ勘弁してもらっていいですか。めっちゃ勘弁してほしい。マジでこれ勘弁してほしいんだけどな。本当に勘弁してほしい。それで車線切れずに負けたこと何回かあるんですよ。まあ、話戻しますね。なんでかっていうと、自分がね、そうやって反撃を食らわない位置からね、安全地帯から人を叩きたいなっていう、そういう考えが、俺人にはあって、
なんかそうやってね、すごいなんか自分が普通に痛手を食らっている状況ってのは嫌がるんですよね。なんで基本的にはあんまりそういうね、リアルに実害のあるような行動をされるのをすごい嫌うんですよね。まあそこら辺のね、対策を兼ねて最近は煽りとかする人はなんか集団でいろいろ煽るみたいなんですよね。まあ集団で煽るのは、まあ正直、まあ、昔と比べてですね、集団でないと生きることができなくなった若者が多いからじゃないかなっていうのは自分の中で個人的に思う部分ではあるんですけれども、まあそんな感じでですね、まあ煽られたり不正行為をされた時は、まあなるべく相手が嫌な行為をしてあげること、あともう一つ無視ですね。無視とかも結構答えるんで、反応されるのを楽しんでますから、基本的には反応してやらんかったら向こうもね、あの反応待ちでずっと待機しますんで、反応待ちの状態をずっとキープしてやれば OK。 あ、頭抜けんのか。反応待ちの状態はあそこにもある。なんで当たらんの、なんで当たんないんだ。ちょっと喋りながら打つのめんどくせえな、これ。エイムちょっとブレるしね。なんであれ当たらないんだ。いや、あれ当たってるだろ、普通に。なんで、なんでだ、リンしてるから。なんでだ、なんで当たってるだろう。いや、3発とも俺普通にした感触があったんだけどな。あ、なんでめっちゃこれ俺リフってるよね。いや、なんでやりにかった。なんでだ、あいつら終わりそうだよね。あ、終わったな。あ、終わってないか。もうな、あそこでの戦い終わりそうな感じやるけど。あ、詰めた。あ、終わった。まあまあ、そんな感じで、まあ、反応待ちみたいな感じになりますんで、まあ、反応待ちの状態をね、ずっとキープしてあげれば、向こうはもう何もすることなく終わっちゃいますんで、まあそういう風に対処されてはいかがでしょうか。というお話でした。にしてもね、秋葉原にあるこの家ね、俺めったに来ないから、もうわかんないんですよけど、結構この家強いっすね。まあ、上がってきてる時もこうやってね、角待ちできるんで、めっちゃ強いっすよね。これだって角待ちしてから銀で撃つば勝ちやんね、ほんと。ババで勝ちやん、ほんと。めっちゃ強いし、高台からね、いろんな敵撃てるしね。向こう絶対強いわ、ここ。でもね、次のアンチの移動がちょっとだるいから、まあ、それぐらいかな、ネックなのは。銃声うるせえ、なんか、左から足音、右から銃声っていうね、このうるささはマックスなんだけど、やばすぎー。あ、来た。マジリーンで撃ってから終わりじゃん、これで。めっちゃ強いわ。うん、まあ、キャバラあんま来ないからっすね、自分。あ、ゲームの話っすね。うん、あ、リアルでも秋葉原はあんまり行かんっす。あんまりっていうか、秋葉原でちゃんと立ち寄って何かをしたのは一度もないっすかね。コアの光の会場が秋葉原だったんで、それで行ったぐらい。以外は、マジで、ただの通り道で、秋葉原にね、僕あんま用事ないんですよね。買うものも欲しいものもないですしね。まあ、秋葉原、まあ僕はそこそこ、まあアニメ見ますし、まあ昔は結構ガッツリ見てましたんで、え、アニメグッズとか買わないんですかみたいな感じで、まあ言われそうではあるんですけど、いや、昔からね、アニメは見るけど、そんなめちゃくちゃドハマりすることはないですし、なんて言いましょうか。別にそのグッズが欲しいとも思わないですよね。グッズあっても邪魔じゃないみたいな普通に思うんですよね。なんか数千円出してなんかグッズ買うぐらいだったら、なんかエギでもとかめっちゃ撃たれてる。やばいやばい、エギでも買った方がいいじゃん。やばい、タッチバカやばい。あ、おったこいつは危ねえ。オッケー。まあちょっと撃ち負けたと思った。構えとってよかった。構えとったけよかったね。うん、エギでも買った方が。また来たぞ。おい、こいつ回ってくるな。もう回ってきたとか角待ちでいいやん。もうこんなんね、イモっときゃいいんすよ。なんか、イモりしたらいけないみたいな風潮あるんですけど、イモって勝つんだったらそれでいいんすよね。こいつね。あ、ちょっと頑張った。おー、なんか、お前、まあ、伏せ打ちして負けたらいけんだろ、それ。それ勝たないといけん、伏せ打ちだったくない？大丈夫か？あ、そういえば自分、伏せ打ちとかも覚えんといけんですね。伏せ打ちと伏せキャンね。あんまなんか意識して、ね、その二つを使うのもちょっとなんかおかしいなと思ってるんで、自分の体から自然にね、そうやって出てくるような、ありがとうございます。出てくるようなね、状況になればいいなというふうに思うんですけれど、こいつ RPG 何個送りつける？しかも一個ずつ、やばいね。まあいいけど、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあそうなんですよね。まあ、あんま僕 PS ないんで、PS0なんですよね。次のアンチ入るの結構めんどくさくない？ちょっとここで一回待機しよっか。次のアンチ、これもうワンチャン回復待機をさ、視野に入れながら立ち回らんときによね。ほんと PS ないんですよね。PS0 で、まあ、これ結構よく言ってるんですけど、僕立ち回りだけでキル取ってるんですよね。まあ、PUBG モバイルやってたんで、立ち回りには自信があるんですよね。結構うちのね、もう今クランに入ってないんですけど、元クラメンとかからはですね、結構強いメンバーとかもおったんですけど、クラメンたちはですね、スコワルさんはその PS さえつけばですね、もういわゆるね、ちょっと名前は挙げれませんけれども、めちゃくちゃ一番強いようなマサと、ね、一緒にね、戦える。そして倒せるぐらいの立ち回りは持ってる。だから、あと PS さえ上げればいいのに、みたいな。PS さえあれば、マジでね、もう猛者レベルなのに、もったいなすすぎるみたいな。これ、こいつさ、絶対、あ、これ上か。足跡点検ね。赤ログ出てるけど、音がないってことは、上の方俺ね、降りてくるだろ、こいつ。パラシュートで。
森で来たところをババッと打てばいいか。そうそう、PS さえつければいいのにって言われるんですけど、めんどくさいんだよな。荒野の PS 練習は結構難しくて、エイムもそうやし、そういう細かい部分もそうやし、車線管理とかはね、別に、おー、来た来た来た、こいつをやればいい。オッケーオッケー、お前伏せても無駄やぞ。ありがとうございました。PS の練習はめんどくさいです。以上。